いらっしゃい。一日が終わり、人々が家路へと急ぐ頃、俺の一日は始まる。お待ち。人は深夜食堂って言ってるよ。ここで働かせてもらえませんか。あの女なんぞ訳ありやで。謝ればいいんだべ。悪いのはいつだって俺だ。分かってたでしょ、最初から。マスターに恋してるんですね。許してあげてもいいんじゃないのか、自分をさ。君が入った頃に気が今ゆっくり風に乗って。いいことなんて一つもないって思ってたけど、なんか吹っ切れそう。できるもんなら何でも作るよ。